ジョバンニ・ボルディーニはイタリアの印象派画家、ベルエポック時代のフランス・パリ社交界で肖像画家として名声を得た。フェラーラで名の知れた画家一族の家系に生まれ、父や義兄から画法を教わる。周囲の勧めで1862年にフィレンツェの美術学校に入学し、1868年まで在籍した。同校では外交派の画法に傾倒した。 外交派や印象派の技法をさらに探求した結果、彼独自の神経質、スケッチ風、花火を散らしたような画法を確立する。ボルディーニはこの技法を最初は風俗画や風景画にのみ適用していたが、後に人物の顔や姿を描く際にも多用するようになると、これについて激しい批判にさらされた。ロンドンに長期滞在後、1872年よりパリに今日、 定めた。ボルディーニは芝叩く間に、パリの芸術界や、社交界の著名人となり、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、ジョン・シンガー・サージェント、ロベール・ド・モンテスキュ白爵、フィリップ・ドラー・スロー、ポール・セザール・エルウーラの芸術家、文人と遊戯を結んだ。特にエドガード・ガとは、親友の間柄だった。ボルディーニは1880年代に、パリの新式券や美女を注文しとする。 肖像画家として成功を収めた。1889年のパリ万国博覧会では、イタリア間の総監督を委ねられ、その功によって、レジオンドヌール勲章商工級勲章を授与された。2010年、パリのあるアパートメントが解体された際、ボルディーニと恋愛関係にあった女優、マルト・ド・フローリアンの住んでいた部屋から、 ボルディーニが制作した 147cm114cm の大型サイズのフロリアンの肖像画が発見された。この絵画は同年9月170万ユーロの記録的な高額でセリオとされた。FAZ フォームにオクトバー2010聖て41ウィキメディアコモンズにはジョバンニ・ボルディーニに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。